ゆっくりマリサです。こんばんは。ゆっくり霊夢です。こんばんは。ゆっくり陽夢です。いつもご視聴ありがとうございます。これ東京駅ね。上の東京ラインね。マリサちゃん今日は何なのかな？今日は鉄には外せない東京の列車を紹介するぜ。昭和国鉄時代の東京上野新宿の列車で行くぜ。今日は蒸気機関車じゃないんだね。マリサが電車も鉄しているなんて知らなかったわ。いやな、出張の途中で撮ったりしてちょっと恥ずかしいんだけど見ていってくれ。マリサちゃん、これ新宿でしょ？あずさだ。新宿駅昭和45年の写真だぜ。平和相互銀行とかパイオニアの看板が見えるね。新政局後の EF65 の線番台な。中央線から山手貨物線に入るんだろうな。今の埼京線。そうだな。それと水道橋あたりには操車場があって貨物扱いもしていたんだろうな。これは EF15 な。俺は中央線といえばこの焦げ茶の電気機関車のイメージだぜ。もっと街の風景も入れて撮っておけばよかったのに。そうだな。でも西口あたりじゃ、毎日ヒッピーがシンナー吸ってて怖かったぜ。一人二人じゃないぜ。だから俺は今でも新宿はイメージ悪いぜ。山手線で東京駅に来るんだね。うん、東京駅といえばブルートレインな。東京駅ってとても綺麗になったよね。俺思うんだけど、新宿から東京までの山手線の風景って、50年間それほど変わっていないと感じるぜ。まあ、大崎あたりは大きく風景が変わったがな。そうかな。50年前から101系や103系ってあるし、所要時間も変わっていないし、劇的な進歩というのはないかもね。みずほだね。うん。これはそれほど古くないと思うぜ。多分昭和55年頃かな。EF65 の500番台は高速旅客用のエリートだ。この535号機東芝の府中工場に引き取られ保管されているな。はやぶさね。これも500番台ね。後ろの東海道新幹線から見るとかなり古い写真ね。今の伊豆はコネに行く踊り子号の最も始まりの天城だ。写真の状態がひどいんだが他探してもなかったから勘弁な。昔こんな電車あったわ。覚えているわ。あ、最新型の E257 の踊り子だね。50年進化していないようで、カメラも車両も大きく良くなっているのを見せつけられるわね。そうなんだぜ。鉄にはスマホは本当にすごいぜ。最後に上野駅だ。金沢駅の特急だね。今は新幹線に名前を譲ったな。この小玉型の白鷹と中央線のあずさは人気があったぜ。俺がカメラを出張に持ち歩くようになったのはこの頃なんだぜ。総武線の C57 がなくなったあたりだな。最後の写真はキハ81の常磐線特急稲穂な。C62 の特急を追いやったディーゼル特急ハツカリと同じやつな。昔のボンネットバスみたいよね。霊夢ちゃんそれは言い過ぎ。ファンに怒られちゃうよ。このキハ81のファンはかなりの年齢だから腰つべなんか見ないから大丈夫だぜ。わら。今日は新旧の電車列車見れてちょっと面白かったわ。皆さんもまた見に来てくださいね。見てくれてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。